はいどうもチェリーです。はい、まあね、このテンション見てもらったら分かると思うんですけど、がっつり落選してます。抽選結果のお知らせというメールがね、昨日の19時に来てました。で、抽選結果のお知らせ、5等分の花嫁スペシャルイベントライブビューイング全国と、チェリー国王様以下のお申し込みにつきましては、残念ながらチケットをご用意できる、ご用意することができませんでしたと。ご用意してよなあ。で、抽選申し込み履歴はこちらと。落選、がっつり落選、こんなでかく書かんでよくない？半泣き俺。5等分の花嫁、まあ、第一希望ね、スペシャルイベントライブビューイング公演日5月5日日曜日祝日18時からと。5月5日の予定を返してくれよ、俺行く気満々やったのに。会場梅田ブルクセブンっていうんかな、まあ梅田ですね、梅田のちょっとまあ JR 大阪駅からポッと行ったところかな。うん、微妙に離れてもないけど近くもないぐらいの、あんまり行かんような場所にある映画館ですね。はい、これ当たる思てんけどな俺。確かナンバもあったと思うよな、東方シネマズナンバも。それは無理やなと思ったから俺はあえて梅田に行ったけど、まあどっちでもしようか、結局大阪の都心やからな。おい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 、俺いつか行く気満々やったのに。くまあ視聴者の方にライブビューイングあるよっていうのを確か生放送で教えてもらったかな。うん、それでそのすぐ申し込んで、その3日後2日後とかぐらいに申し込んだから、はあ当たると思ったんやけどな。せっかく教えてくれたのに俺しっかり外してるから。まあ中には当たってる人もおるんかな、視聴者の中には。まあぜひね、僕の分まで楽しんでもらいたいと思います。めっちゃめちゃ上から言ってますけどまあもうぜひね、めちゃめちゃ楽しんでください。俺もな、実際はおる予定やったんよ。5日の18時からこうやって座ってな、ふえーとか言って、ふえーとか言ってやってる予定やってんけど、羨ましい。当たった人、当たった人おったらね、コメント欄でぜひ教えてください。呪います。はい、まあね、結果の方はね、落選ということで最初にも言いましたけど、またね、なんかアニメのスペシャルイベントのライブビューイングがあったりしたら、また申し込んでみようかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。